向かってるね。車はできるでしょ。運転できる。マット見て、自分で行く。それはできる。私もできるから、私も車で。あとでも2ヶ月待たなくて。いや、美味しかった、うん、ちゃんと久しぶりを作ったのこれオーダーするかばっかあ、ほんとに、うん、美味しいね、これデリバリーできるからあ、本当ですかあの、配送かフードパンダにフードパンダもねフードパンダ配送頼んだらね、ウィンくん来てくれる。お、いつか。絶対来ないやつ。よし、行きますかね。新年。お疲れ様でした。お疲れ様でした。いやいや、払ってよ。そうそうそう。うん。タコに対して。じゃあ私ね、ごちそうさま。一緒で。大丈夫。はい。まだ。これが美味しいんですよ。円じゃないんですか？150円。ですよね。でも使えない。ありがとうございます。いいえ。大事に。大丈夫。まだ。買おうかな。まだです。あと3ヶ月あるです。ここ広がります。大丈夫。でも誕生日の人がご馳走してくれるんでしょ。ケーキは相手が売れる。そうだね。そうだね。自分だけ批判です。それはちょっと嫌だね。確かに。あ、そうか、歩いたのか歩いたじゃなくて、この日の過去7時半早いな、スタートがすごいねでも、7時半もあるし、9時半も、12時半も、ライセンはまだ取れないって言われてる、うん、3月ぐらい待ってるコロナのせいもあるコロナのせいもあるライセンからライセン加藤はごめんね。ただ私来世取れるから多少のお金貸してお車買う。BMW 買う。BMW はないんだ。え、どういうこと？ね、眠たい時もちょっと車寝るし、車はずっとそのままに。僕からお金借りるって言った？はい、BMW。うん。いくら？わかんない。高い。鼻を出すのは怖いです。すぐ怒るから。すごい怒る、確かに運転するとさ、日本だとさ、その人の性格が出るっていうのよ。怒ったりするでも、あれしちゃうんだ。怒って9時からすぐ出るね、だから言うね。楽しみだな、花子のドライブデート。ちょっと私、何するから、ママの写真のバカでライブね。2カ月、いくらいくら。高そう。ご飯は怖いよ。別にご飯。破産しちゃう、お金ない。怖いよ。歩く歩く。なんか見たことあるカラーのコンビ。やっぱりカットで怖いから。いや本人これ意識して作ってるから。はい。なんかね、あの日本のものが、はい、調味料とか、はい、日本の食べ物とか売ってるんで、ちょっと見に行きたいかな。あとね、新しく屋台出店を始めたので、は
たら山越えたっけ。そうそう、たこ焼き、たい焼きとかね。あ、なので見に行きます。うん、そうそう、ちょっと行ってみよう。自動販売機知ってる？これ自動販売機わかんない。あ、そっか、お札だけで見るのもいないから。すごい、ビールも売ってる。これすごいよ。お金も出てくる。山ちょっとで買えるの？山ちょっとだよ。やってみる？買うのにどうも一つ個人の時に見たらいいの。汚いとか古いやつはダメだね。新しいとなるのダメだね。そうだね。どこにあるのかな。山お金だよ。これは絶対高い。ネクター。ネクター飲みます？多分。両方いけると思う。これダメだ。一回わかんないからやってみよう。お金上がるのもう。え、お釣りは？入れて。入れて。広げて。そう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 。これちょっとダメから何も変え、もう一枚入れて。オッケーオッケーオッケー。入れて。あ、ダメなの。これ汚いからダメ。迎え入れてみて。厳しいの。食べて。食べないの。食べないの。食べないの。これは私もそれちょっとないよ。任せて。汚いとか言えないよ。だから石場ちょっと入れた方がいい。いや、お釣り出てこないから。来ないの、お釣りは。あ、どうやってお釣り出てくるの。ほら、書いてある。お釣りは出ません。あ、あら、ダメダメだぜ。そう、わせん、さあ、頑張れ。うん、オッケー。あー、どっち、はい、左下のネクターってやつ。これその隣。これびっくり。待って、平たくるのか。はい、ちょっと汚いです。ちょっと汚い。大丈夫、帰って洗って。本当だ、ちょっと汚い。これちょっと、これクレームだな。これ、こういうのが日本にはいっぱいある。便利ね。これ日本から持っていくんだよね。そうじゃない、船で。船で。ありがとう。ちょっと、まあ、帰って洗って飲むよ。飲んで。なんか？右右。行く？これ何？魚。魚？魚じゃない。たい焼きだ。中身は何なんだろう。食べたことある？ないです。でも甘いでしょ？うん。多分キムチとか入ってるかも。これあれか、たい焼き。え、わたきある。そうだよね、ダウンタウン、あの四民寺にある。四民寺の、あ、そっか、食べたくなる。そう、中はあんこかな。あ、すごい、袋もちゃんとしてる。本当だ。ラジオさん。どうぞ。何？今食べれないです。まずまず、ラクス、ラスフ、しだいです。さんちゃんどうだった？楽しかった。ちょっと疲れたね。はい、足痛い。はい、実はね、行けてないお店が3つぐらいあって本当は行こうと思ってたところがあと3つあったから、また別のね、はい、日に行きましょう。はい、じゃあ、今日はお店くれてありがとうございます。ありがとうございます。面白かったら高評価を、もっと聞きたいなって思ったらチャンネル登録をお願いします。それでは、はるかと、はなと、あきと、かずでした。